こんにちは。嬉野市心の架け橋手話言語推進委員の西野と申します。中尾と申します。古川と申します。みんなで楽しく学ぼう手話コーナーです。今回の手話は出身地はどこですかです。早速覚えていきましょう。それではどうぞ。中尾さん、おはようございます。おはようございます。私の名前は西野です。4月からよろしくお願いします。私の名前は中尾です。よろしくお願いします。西野くん、出身地はどこですか？私の出身地は嬉野です。それでは今回の手話、出身地はどこですかの動作について説明します。生まれた場所、何の動作を続けると、出身地はどこですかと相手に尋ねることができます。生まれた、両手の手のひらを上にして指先をつけ、お腹の前で構えてから両手を同時に少し湾曲させて前に出します。場所、右手の全部の指を折り曲げて指を下に向け軽く下に下ろします。何、立てた人差し指を左右に振ります。そして手のひらを上にして手を差し出します。皆さんもご一緒に、出身地はどこですか、出身地はどこですか。指文字も覚えていきましょう。今回は数字の20、30、40です。20、人差し指と中指を立てて表現する2の指を曲げます。30、人差し指、中指、薬指を立てて表現する3の指を曲げます。40、親指以外の4本の指を立てて表現する4の指を曲げます。それでは皆さんもご一緒に、20、30、40。今回の手話は、出身地はどこですかの手話と指文字の20、30、40でした。次回は仕事はの手話と数字の11、21、31です。お楽しみに。